うもこんにちは、かくすけです。今回からですね、このワンダートレックという、プレイステーション用のソフトをプレイしていきます。オプションすみませんね、いつもねこうやってオプションをねする前に始めちゃうんですよね。よし、じゃあ初めからやっていきます。ねえ博士、さっきのマードックさんって、あれ忘れちゃったんですか？ほら、学会にとって大きな損失なのだよ。もちろん学会最高権威の私にとってもね。そこにこの写真だ。それアメディオ助教授だろ。なぜ彼が姿を消したのかはわからんが、実の弟のファブルー君とパートナーのニック君なら探し出せるんじゃないかと思ってね。費用はすべて私が。こんな写真を持ってきてくれるなんて、きっとすごく美味しいんでしょうね。あれ博士、操縦は？お？うわっ！うわー！はい、ということでですね、墜落しましたね。操縦忘れて墜落って、ずいぶんね、やっちゃいましたね。で、この2人がですね、博士、動物の学者さんと、その助手かな？の主人公であるニックくんのゲームですね。おけがはすっごい喜びましたね。ねえ、よく生きてたね。あんな激しく落ちてね。脱出した、パラシュートで脱出したんですね。気づかなかったな。脱出したパラシュートでいきなりこんなテントを作っちゃう。あ、素晴らしい。さすがですね。昔取った金塚ですか？うん、すごいジャングルの中に落ちました。うん、右上にコロコロしてる木の実が気になりますね。あれ食料ですかね。そうだね博士、もしかしたらこの島にもフェニックスがいるかもしれませんよ。それにアイディオ先生だって案外こんなところにいたりして、でもって僕らが来るのを待ってて、夕食には美味しい卵を。よし、とりあえず何かの手がかりが見つかるかもしれないし、この辺りを少し探検してみましょうよ、博士。お、お猿さん来ましたね。わ、ここにも人間が。え、言葉がわかるの？喋ったね。え、どうして？喋れるんですか、ここの動物。わ、いっぱい来た。え、俺たちだっていつまでもやられてばっかりじゃないんだぞ。え、いきなり戦闘ですか？みんなの怒りを思い知れ。え、何を、あ、え、そんな、あ、これ負けイベかな。あたー、強いよ。猿って強いですからね、ひっかきとか噛みつきとかね。あらら、気がついたか。あ、博士はよく無事でしたね。ねえ、絶対私たちのせいじゃないよ。うん、何か喋ってましたね。なんか怒ってるっぽかったですね、人間に対して。何しろ突然襲ってきたからの、わしがどうなっ、あ、何がどうなっておるのかわしにも全然わからん。うん、このままだと先生やフェニックスを探すどころじゃないですね。そう、この右側にいるね、博士のお兄さんが動物のお医者さんである、先生って言われてる人ですね。名前忘れましたけど。で、フェニックスの卵で作った目玉焼きをこの2人はすごく食べたいんですね。うん、卵がすごく2人とも好きだそうで、だからね、動物の博士をやってるらしいですよ。ということで進めていきます。フェニックスを探すところじゃないですね。うん、動物たちから身を守る準備が必要。そのフライパンとか炊飯器かぶったりとか。あ、なんでそんなの持ってきてるんだろう。ピコピコハンマーですね。幸か不幸か、偶然こんなもの持ってきちゃったんですけど、びっくりマークですね。そりゃびっくりですよ。3年ほど前に遊びに来たアイディオ先生、あ、アメディオ先生か。アメディオ先生が博士のお兄さんですね。うん、アメディオ先生から預かったままにしてあった超音波ハンマー。あ、普通のピコピコハンマーじゃないんですね。
動物の興奮状態を沈める超音波を出すらしいですよ。あ、さすが先生がやってた動物病院で診察に使ってたんですって。そんなので殴ったら死ぬんじゃないのか。でも柔らかそうですからね。うん、見た目と違って威力は全然ないらしいですよ。あくまでも音波を出すために優しく2、3発。そうですよね、よく持ってきてましたね。大掃除の時置く場所に困ってこのリュックの中に入れといたのを忘れてました。うわ、ちょうどよかったね。そうですね、いや相手は野生動物ですからね、うってつけですよ。うん、探検に出かけましょうか。おお、このメディカルキットとか、あ、何も拾えませんね。じゃあ攻撃は自分しかできないんでしょうね。お、羽が落ちてますよ。どうした？どうした？あ、あ、とりあえず行けるところまで行ってみるかな。OK よ。あ、もう動けるんですね。羽。はい、鳥の羽。これはね、セーブするために必要だそうです。バイオハザードのインクリボンみたいな。うん。あ、植物の実。これでね、食料はとりあえず。安全っていうか確保しましたね。これ四角で攻撃か、バツでジャンプ。持ち物が大きな鳥の羽です。冒険に記録された冒険を思い出、うん、セーブですね。これいつでもセーブできるのかな。うん、できるっぽいですね。で、植物の実、うん、回復かな、調べる。おうおう。うん、均等ですね。特に変わったところはありません。博士、うん、博士は物知りなんですね。これはアダンではないか。この実は、には競争作用があるので元気不足にはもってこいじゃ。たまに気になっている姿を見てパイナップルの実と間違えるバカがおるが、パイナップルは木にはならん。ここ重要じゃ。なんか茎でしたっけ、パイナップルって。うん、そんなに背は高くなかったと思います。で、あ、結構広いですね。おっとっと、うん、お猿さんの声が聞こえるぞ。これね、これ、あ、ごめん博士、博士ごめん。いや、いた、これは結構、あ、難しいぞ。やばい、よしよしよし、リンゴを拾った。ごめんね博士、ごめんね、もう叩かないよ。大丈夫博士。あ、これだ、これで博士って。うーん、わかったわかった、近くで三角をしたら博士が座るんですね。なるほどね。うん、行けるところまで行ってみるかの。あ、あー、結構難しいですね。うん、ごめんね。あ、博士大丈夫、いや、ちょっとごめんね。うん、博士そんな勝手に動いちゃう。あれ、ふん、どうした。お、アイテムですね。ここ掘れワンワンみたいじゃないですか。すごいね博士。鼻がいいのかな、おじいちゃんの割に感覚が優れておりますね。よし、猿がいるぞ。えい、よっしゃー、やったね。お、バナナを拾ったよ。植物の実を拾ったんですね。洋梨っぽいですね。あ、洋梨でした。地中海原さん、うん、地中海原さん、バラ科の、あ、そうなんだ、バラ科だったんだ洋梨って。落葉高高木で、その実は熟すに従って方向を放ちおる。味はわしの好みではないがの、うん、私もそんなに洋梨はすごく好きってわけじゃないですね。バナナがどうかしたかね。もう当然ですね。リンゴを知らんのか。すごくなんか説明にばらつきがありますね。洋梨はすっごく教えてくれたのにさ。で、ここ、あ、あ、痛いよ痛いよ、え、痛いよ。そんな、あ、避けたと思ったんだけどな。あ、ごめんねごめんね。そんな、あ、これは良くないぞ、回復しなきゃな。
肌ん、あ、このビカビカ多分悪くなってるってことですね。じゃあアダンから使っていきます。うまい、うますぎる。あ、これは回復、今の体力ってことですね。用なし2つあるから使おうかな。うますぎるぞ、美味しいぞ。で、ハリネズミくん、あーごめんね、別にね、痛くはしないからね。そっちから攻撃してくるからね。もうしてこなければやっつけないのにさ。登って、こんな感じでね、アクションですね。でも思った以上にね、結構激しいですね。あれ、あ、これがダッシュか。で、これがこっそり歩く。これは表示ね。あ、これなんだ、あ、マップか。結構広そうでしたね。おっこ、よいしょ、よいしょ、登って、あ、あ、いじめないで、いじめないで、私の博士。あーい、もう、わー、まったく。あ、羽、よかった、セーブできないと困りますからね。で、右の方に行って、大丈夫博士。あ、え、罠だった。うわ、怖いね、こんなものとかあるんだ。うん、行けるところまで行ってみようかな。あー、博士は先に気づけたのかな。ん、ちょっとかっこいいかも。おや、まるで何かをはめ込んだったような不思議な形ね。なんでしょう、まだ持ってないよね、それっぽいものは。なんか四角っぽい。あたたたた、えい、ごめんね、そんな攻撃してこなければさ、攻撃 しないのにさ。よし、行きますよ。わ、いっぱいいるぞ。避ける、避ける。いや、痛い。あ、博士が食らったぞ。避ける。あ、ちょっと、やめて。あ、意地悪。よいしょ。難しいぞ。これは結構苦労しそうな気がしますね。回復しとこうか。レモン。ん？博士に引く。レモンじゃよ。オッケー。少ない回復量。うわ。うわ、ここら辺の普通の果物ってなかなか回復しないんですね。お、どうした？あ、ちょっと、風じゃないよ。まずお猿さんをね、なんとかしなきゃね。ここ回復したりするかな。え、あ、ごめん、博士。あ、ごめん、博士。わざとらしい。わざとじゃないんだよ。え、ジャンプ、ジャンプ。え、君強くない？あー、来た時に攻撃するしかないな。よいしょ、へへへ。お、植物の実。これはブルーベリーのようですか。ブルーベリージャガー。はい、じゃあ植物の実とかいう名前のを押したら、博士に聞いたら、ごめんね博士、うん、博士に聞いたらその実の本当の名前がわかるんですね。お、これは壊せない。どうじゃ、これなんかある？ないか、ツタが出てるけどね。お、リンゴが落ちてるぞ。あれ、落ちてたっけ、こんなリンゴ。じゃあ左側に行きます。戻って、何をはめ込もうか。え、冒険の書とかはめ込めないよね、別に。読めんわい。そっか、博士でもわからないことが。どうしようかな、反対側。あー、もう帰れないよ。お、どうしようかな。この穴の中に他の道はないよね。こっちから登ることもできない。じゃあやっぱあっち側。どうした博士、どうしたどうした。おー、ブルーベリーだ。ありがとうね。博士、遠くでもね、声が聞こえるから助かりますね。ふーんって言いますね。よいしょ。おー、博士、すごい登り方したぞ。あれ、大丈夫？来てください、博士。博士、おいで。いやー、おっとおっとおっと。えい。あれ、博士がどっか行ったぞ。来い来い博士、冒険の記録はちゃんとやっとるかね。まだ
してないんですよね。終わる直前にね、しようと思ってます。まあ、いっか、博士はなんとかついてくるでしょう。クマバサミがあるでしょ。で、こっちの方ですよね、やっぱり。どこかな、どこかな、博士がフンって言ったりしないかな。これ壊せない、壊せない。お、こっち登れるかな。登れそうにないですよね、傾斜があってね。温泉というか、博士やっぱついてきてない。なかなか大変だな。離れ離れにならないようにしなきゃね。戻ってきましたよ。登ってください、博士。どこどこ、おや、いないぞ。大丈夫か、博士は。もうね、すぐね、動物たちの方に突っ込んじゃうんでね。あ、そう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 、動物をね、助けてあげないと。お、いや、いけたいけた。博士、拗ねてね、どっか行っちゃうらしいです。動物大好きなんでね、博士は。あんなに攻撃したからダメだったのかな。でもね、あっちから攻撃してくるからね、正当防衛だよ。どっか行っちゃったね、博士、完全にね。よいしょ。で、こういうとこ怖いですよね。行きましょう、こっちの方に。あ、バチョ、カスピトラじゃぞ。あのシェイクスピアに書かれてあったあの虎が今わしの目の前に。そっか、動物博士だから。うわ、ちょっと危ないよ。あたたた、やっぱダメ、肉あげるから、肉。あ、クマバサミ、虎より頭が悪かった、私は。え、ちょっと待って。おっと、 2,3 回しないとダメかな。あ、大丈夫だ。挟まれてますね、虎さん。密猟者かな。あれ、この、あ、博士が何か言ってくれるかな。博士、行けるところまで行ってみるかの。多分この肉のハサミがあの虎のところにもあったんでしょうね。あ、でも攻撃してきたってことは大丈夫か。別に挟まれてたってわけじゃないんでしょうね。たまたまあそこで倒しちゃったけど、もうダメダメ、博士危ないよ、そんな近づいたら。そっか、観察したいんですね。まあでもいいんじゃないかな。よいしょ。まあ気になるんでしょうでね、この動物の生態、生態が読めないか。ここにもあるのか。手前に道があるんで行ってみましょうか。あのトラちゃん、いたトラちゃんが気になるな。ここ滑っていけそうですね。で、滑っていくでしょ。博士、何もない、この周り。おっと見つけたね。おい、お、ビンゴ、やったね。やっぱね、結構体力少ないんでね、ちょこちょこ回復しないと。おは、あちゃった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 当たらないよ。よし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 。結構ね、難しいらしいですこのゲーム、難易度も高めでね。まあでもプレステ時代のゲームって多分そんな。ちょっとセーブしましょうか、これは。ちょっと回復もしてね。うますぎるよ。ごめん、博士呼んじゃった、間違って。リンゴか。まあこれくらいにしておこう。冒険日誌を使う。スロット1。空いてるよね。×?やっちゃったー。うわー、しまった。
分これいっぱいいっぱいってことですよね。ですよね。まあクロノアもいっぱいセーブしたし、あと1個、あれプレステのゲームは、え、クロノアそんないっぱい、あ、でも4つぐらいにしたから、いや、いや、そんないっぱい？じゃあ今回はここまでで切って、次回ね、ここまで来てから動画を再開しますので、次回も見てくださいね。それではご視聴ありがとうございました。